はいみなさんこんにちは今日は先日からとっても人気のあった4コマ漫画これを作るための GPT 図これがとても好評だったので今回は4コマに限らずですね違った角度からできる漫画ビルダーというのを作りましたただし今後 GPT ストアというのが年明けぐらいから出てくるということもありまして今回のバージョンは 基本的に白黒モードそしてシーンというかコマというのは10個までというような制限をつけさせていただいていますご了解くださいこんなアイコンの漫画というような白黒のアイコンです皆さん今後も可愛がってください今日はですね時間の都合もありまして解説の方はこれを動かしてやってあるチャット それを見ていただきます画面の下の方に4つのメニューがあります一番最後に漫画ビルダーの使い方というのがわかるようになっていますですからマニュアルのようにして見ていただくこともできますそして今回この動画のサンプルというのは右側の子供向け漫画を作りたいテイストも子供用というような 漢字のもので作ったらどのようになるかというのを皆さんにご紹介していきます。チャットのスタートはこういう感じです。子供向け漫画を作りたいということで、ビルダーの方は了解しました。いくつかの質問をしますということで、漫画のタイトルはお決まりですか決まってなければ提案します。このバージョンでは白黒の漫画しか作れませんが、それでよろしいですか 子供向けのテイストで作成します。特に要望はありますかシーン・コマ数を教えてください。指定がなければ8コマでシナリオを考えます。という風になっています。これらの質問に答えますが、僕の方はお任せという風にしました。了解しました。それでは子供向けの漫画を作成するために以下の提案をしますということで、タイトル案が5つ出ていますが、 登場人物は太郎とミナとペット、フワリ、3つのキャラクターが登場します。そしてシーンは8コマで、今回のシナリオ案は不思議な森の冒険ということです。本来ならここで止まって、どのタイトルを選ぶかというのが出てこないといけないわけです。不思議な森の冒険というので、森の入り口で太郎とミナがワクワクしながら地図を見ていると、 そしてふわりペットですね不思議な花に引き寄せられている様子そして彩りの蝶々が飛び交う不思議な光に導かれて古代の遺跡を発見し遺跡の中で謎のパズルを解く太郎とミナ。そして箱を開けると美しい光があふれ出す森を後にする太郎とミナ。宝物は心に残る素敵な思い出ということです。 これでよろしいでしょうかということなんで OK をしましたら、もうのっけから間違えました。これ白黒しか動かないはずがカラーで書いてきましたので、GPT 図の開発者です。このスクリプトでは白黒と機能限定になっているはずですということで、ちょっと忠告をしました。申し訳ありません。その通りです。この漫画ビルダーは白黒のみでイラストを生成する機能限定版です。 ご指摘いただきありがとうございますと、まあ、ありがとうございますじゃなくて謝らないといけないですよねでそれではシーン1を白黒でということで、まあ、地図を開いて探していますで1コマ目ということと森の入り口で地図を見ているシーンだということでまあこうアンライもつくのでよく分かりますもう OK だけしていってですねそうするとふわり というまあ、ペットでしょうかねこれが花に引き寄せられたとそして蝶々がいっぱい飛び交ってなんか魔法のようなシーンを出しているわけですねはい、古代の遺跡を発見するということでこんな感じに光り輝いていますその遺跡の中に入って謎のパズルを解いているシーンです今度はコマ6ですパズルを解いたところで宝物の箱が現れると そしてその宝物の箱を開けると美しい光が溢れ出すというシーンです。そしてラストはなんか夢が覚めたって感じでですね太郎と皆が森を後にして冒険を振り返ってお話をしながら歩いているシーンこういうシーンになっています。なかなかいい感じですね。ここでこれができました。できましたら漫画ですから漫画のコマにしないといけません。 どんなグラフィックソフトでもいいです僕のおすすめはキャンバとか今回はアフィニティデザイナーそれと物によってはブリューこれらなんかででもできるというのでまた今後いろんなフィニッシュのやり方というのもご案内していきたいと思いますじゃあここなんですけれどもちょっとまだ迷っていますこれ今1枚ずつ出てきましたよね 本来なら1枚目だけテイスト確認して2から8番目まではもうパーッと出すというふうな感じでやってるんですがここしばらく何十個というような GPT 図を使っておりまして2枚目3枚目4枚目5枚目ぐらいに行ったところでネットワークエラーが出たとしますまあもう一度再開はできるんですがそうするとですね また2枚目から書き出す。こういうふうにやり直すということで時間が逆に遅くなる。まだまだチャット GPT もサーバーが混んでいたりとかいろんなこともありますので1枚ずつ完結する方が逆に早いということがわかっていますので今1枚ずつ書いたわけです。本来はここでですねデッド IP の圧縮をしてダウンロードすれば そこからとっても早いですので一応ここでやってみます。ありがとうと。とそして ZIP に圧縮してください。8枚の画像。このように言うとですね、まあ皆さんの方でもこんな風に売ってくれればですね、ダウンロードができるようになります。私の機能では圧縮できませんと出ましたが、ちょっとおかしいです。皆さんに少しお待ちいただいてインストラクションをもう一度 変えたいいと思いますちゃんとやっとけよっていう感じなんですけれどもまあちょっとお待ちくださいはい今プログラムを書き換えました GPT 図の勉強をしている人はこういうふうにして変えることが途中でできますですからこの「ありがとう」ZIP 圧縮してくださいというプロンプトをもう一度送ります何を忘れてたかというとですねコードインタタプリタの 機能ををオンにするのを忘れていたんですですからこの鉛筆マークを押しますするとここでセーブサブミットこれをするとですね多分今度はいけると思いますはいアナライジングが始まりましたねこんな風にコードインタープリータで Python を動かしていますすごいですね今までこんなの開発するのとっても大変だったんですよね でも、こんな瞬間にできるんです。はい、ここでダウンロードボタンが出ています。ダウンロードをします。はい、この GPT 図伝搬というところに保存をしたいと思います。保存ができましたので、フォルダーを開きます。ホルダーが開かれましたので、これを解凍します。はい、このように解凍ができました。アイコンを大きくしました。8枚の画像が このように見えています。これを選択します。そして、これをアフィニティデザイナーに持ってきます。これで持ってこれました。ちょっとですね、全部まとめて小さくします。まあ、ざっくりこんな感じですね。どうでしょうか。こんな感じになりました。ちょっとこの辺から整えていきます。 大体ですね縦の幅がこのぐらいでも大丈夫ですので上にタイトルを入れるとしましてトリミングをしていきます例えばこれこんな感じに余計な端がありましたのでこういうふうにしたいと思いますそうしましてはい高さをちょっと合わせますそしてこんな感じに広げますちょっと引っ付けておきましょう これで一枚目、二枚目ができました。次、三枚目です。また、トリミングします。はい、こんな感じに、完全に同じ大きさというより。こうやって、幅を変えたりするのもいいでしょう。この二つが同じ高さですけれども、もうちょっと大きい方が、うまく合いますので。 これを大きくします。こんな感じにしました。そしてまたトリミングで上に揃えます。3枚目、4枚目ができました。これ両方トリミングしないといけません。 ちょっと大きくレイアウトをしましょうこれでちょうどひっつくぐらいですからちょっとだけ小さくしますこれでこちらをこんな感じに合わせました最後ですね はいこんな感じに角丸もあってもおかしくないと思いますこれをもうちょっと上に上げます外枠をつけましょう中の色をなしにして外を黒にします線を太めにしますこんなレイアウトにしました上の方にタイトルをつけましょうこのタイトルは不思議な森の冒険でしたこれをコピーしますこちらですね はい、さあここからですこのソフトを立ち上げたりしてくれるとですね URL を教えてくれますその URL というのは僕のホームページそこのこの吹き出し集のところですここにも漫画ビルダーのリンクとですねここに使い方そしてこういうちょっとイメージですねこれをマニュアルのように作らせていただいてますそしてここにある吹き出し これでやっていきたいわけですけれども、ここでですね、じゃあ二人がお話ししているということですので、ここに吹き出しをどんどん入れていきましょう。もう一度確認をします。はい。太郎とミナが二人で話しているところですね。七と三が吹き出しが一つでいいわけです。そのことを考えて、こちらの方から持ってきましょう。例えば、こんなの。 このソフトの場合は左右反転ができますのでここで左右反転をこのようにするといいでしょうねこんな感じでどん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 のせていきますこんな感じに、 できましたね例えば「つだけテキストを入れてみたいいと思います例えばなのは楽しそう」これなんかをコピーしてまあショートカットキーでやってくださいね。これをコピーします。そして反転させます。はい、でこちらの方に入れてみましょう。 はいこんな感じでですねもしこの吹き出しに収まりにくかったらね吹き出しというのはちょっとこうはみ出てもかっこいい感じになりますのでこのようにサイズを変えたりとかしながらですね一コマを作ってくださいはいどうでしたでしょうか皆さん一度ですねこの GPT 図概要欄の方に貼っておきますので是非使っていただいてまた いろんな修正とかそういうことを教えていただけたらなというふうに思っています。では今日もご視聴ありがとうございました。またねー。